八幡神社は、鹿児島県姶良市にある神社。鎮座地から、鍋倉八幡神社や調査八幡神社とも呼ばれ、また聖八幡宮に対して、新聖八幡宮とも称す。旧社格は豪社。王神天皇、神宮古豪、玉寄姫命を祀る。公安5年頃、京都の岩清水、八幡宮から下校した、前方寺法院、両清志が、 同ヤワタグを勘定したと言われている。前方寺両清氏は、岩清水、ヤワタグの士官の一族であったが、当時、岩清水、ヤワタグと関係が深かった、大隅ただし八万宮領の調査協兵三村の、両家職として、岩清水、ヤワタグの神事を報じ、一家眷属、僧侶、一社、大工、染氏し、土木八百873人を率い船で、 調査松原八幡高校に到着した。さらに別府川を遡り、聖戦が湧き出している折橋山山城を社地に定めて、創始、大隅忠八幡宮に対して新たに誕生した八幡宮ということで、神聖八幡宮と称した。両清志は八幡宮の脇に平安山八龍寺蔵町院を別当寺として建立した。さらに付近に平山城を築き、 地名から、平山氏を名乗り、一族を各地に廃止調査号を支配した。京都区から長六年間に、平山氏は、島津氏との戦いに敗れて、イブスキへと移され、当神社も推備したが、島津義弘が、調査号在住時に推計し、関ヶ原の戦いから生還できた宝斎として、祭時を、最高、三十六河川学を奉納した。平山氏の子孫とされる、 薩摩仙台市の平山家を招き、浜下り神事を10月25日に行う。松原地区にある五門神社まで、御子が浜下りを行う。愛良城指定無形民族文化財。本殿と拝殿大委長。ありがとうございます。